他にはリング上に高い足場を組んでその上で戦う建築現場デスマッチってのもあるぞ。そんなこと危ないじゃないか。自分の中でもヒット作というか、ね、面白い部類に入るんじゃないかなと思います。結構印象にも残ってるし、もう一回やりたいとはちょっと思わないですけど、結構これは、本当に印象深いですね。高いところに上がっての気持ちというのはどうだった？なんか動いたら逆にやられるかなと思って、そういう覚えがなんかありますね。昔からウィングの時からバルコニーダイブとか高いところには縁が深いと思うんですけどね、あんまり得意じゃないですけどね、なぜか曲調だったんですよ、なぜか、そうですね、結構やることになってしまいましたけど、高いところで本当は得意じゃないですけど、もう一回やってみたいと思わないというのはその辺は どういう、やっぱりその怖さを経験しちゃってるデスマッチっていうのはやっぱり、あんまりやりたいとは思わなくなりますよね。1回目っていうのはまだ勢いでやっちゃうんですけど、結構ダメージとか深かったデスマッチはやっぱりある程度は引いちゃいますよね。